皆さんこんにちは、ハピバニーチャンネルです。イエイ。今日はチャンネル登録者数が5000人突破したので、プレゼント企画の内容を説明したいと思います。6月23日の夜に5000人突破しました。イエイ。本当にありがとうございます。やっと行った、とっても嬉しい。はい、前に動画で紹介したんですが、手作りスクイーズのいちごかカステラか牛乳浸しパンかをコメントでいただけると嬉しいなっていうことなんですけど、その中で一番多かったのがいちごになりました。はい、手作りスクイーズのいちごの希望が多かったので、今回プレゼントする内容の中の一つにこの手作りスクイーズいちごに決定しました。イエーイ。皆さんコメントありがとうございました。プレゼント企画の景品の内容を説明します。1つ目、手作りスクイーズのいちごです。こんな感じで柔らかくなっています。2つ目はトウモロコシです。はい、クレーンゲームで何本か取れたので、このトウモロコシにします。3つ目はこの手作りドーナツスクイーズになります。こちらのドーナツスクイーズなんですが、当選した方と連絡を取り合って好きなキャラクターのドーナツを作らさせていただきたいと思ってます。そしてこのドーナツのスポンジは、あちらはちょっと固めではないけど、低反発枕ではないのでちょっと弾力があるんですが、当選した方にはこちらと同じように中は低反発枕を使って作るので、こんな感じでとっても柔らかいスクイーズをプレゼントさせていただこうと思っております。さゆちゃんはなんかプーさんの低反発枕で作るより、マリーちゃんのちょっと固めのスポンジの方が好きです。そうなんだ。ママは、ママは低反発枕のプーさんの方が柔らかい気がして好きかなと思ったんですけど。そうなの？そうなんだ。どうしよっか。じゃあどうしよう。まあ、どちらもエンジェルクレイで作ってるので、そちらも当選した方に相談をして決めたいと思います。ではちなみにプーさんはこんな感じで低反発のスポンジで作ってるので、こんな感じで柔らかいです。そしてさゆちゃんおすすめのマリーちゃんの方は、まあ、柔らかいですけどプーさんほど弾力があるわけではなくて、弾力はあるんですけど空気が多いかな。こっちの方が空気の出る音とかもします。はい、こんな感じです。そして当選人数が3名とさせていただきます。そしてママが3人分のいちごを切ってくれました。こんな感じでまだ色はついていないんですが、楽しみにしていてください。参加資格ですが、ハピバニーチャンネルのチャンネル登録をしてる方になります。ぜひチャンネル登録してね。そして YouTube のメッセージ機能を使えるようにしていてください。ハピバニーチャンネルはツイッターやインスタグラムなどをやっていないので、すべて YouTube でのメッセージ機能でやり取りをしたいと思っております。なので、メッセージ機能を使えない方はちょっと連絡ができないので、何か調べたりして YouTube でのメッセージ機能を使えるように設定をしておいてください。そしてプレゼント企画に参加していただける方はコメント欄の方に参加しますと書いてくれると嬉しいです。応募期間は7月16日までとさせていただきます。それでは7月16日以降に
挑戦者の発表の動画を出すので楽しみに待っててください。詳しくは概要欄を見てください。それじゃあいくよ。それではバイ。